私は美穂、25歳 OL。 私の会社には困ったお姉さまがいる。みんなおはよう。あれだ、高田課長、御年42歳、素敵なお姉さまである。間違ってでもババアなんて言ったらどんなひどい目に遭うかわからない。大杉くん、ここ間違えてるわよ。すいません。ああ、やめろその上目遣い。ほら大杉くんも泣きそうになってるじゃないか。かわいそうに、あの距離で見つめられたら致命傷よね、とんまい。そう、高田課長は超痛々しい自称美魔女、年齢不相応なギャルメイクをしていつも若いこぶってる。本人はギリ30くらいのつもりらしい。嘘でしょ、もはやただの魔女だっての。おほほほ。課長、これ明日の会議の資料です。目を合わせるな、合わせたら咳化する。では失礼します。ちょっと美穂ちゃん。何、資料に不備はなかったはず、何の用だ。はい。いい男の子いない。はい。ほら、仕事で忙しいとなかなか出会いないじゃない。だから紹介してほしいなと思って。いや、いないですね、私が紹介してほしいくらいなので。ってことが今日あってさ、マジで勘弁してほしいねえ。まあさらっと受け流しておくのが一番だよ。それよりさ、今度の合コンどうする？あと一人誰誘うか。はるちゃんとか。はるちゃん彼氏いるよ。あ、そっか。すると背後に荒々しい気配が。何何、何の話？いや、何でもないです。みほちゃん、抜けがけずるい。私も混ぜて。足りてないんでしょ。最悪だ、せっかくの合コンが。よりによってあの魔女に聞かれてしまうなんて。男性陣には今度埋め合わせするからと事前に謝っておいた。断りきれなくて申し訳ないです。マジか。とりあえずみんなには伝えとくわ。ありがとうございます。彼らにも本当に申し訳ない。2人ともお待たせ。何あの露出しまくりの服は。めちゃくちゃ可愛い20歳の女の子が着てギリ許せるような服を着てきやがったぞあいつ。もはや RPG に出てくるラスボス第3形態ぐらいの風格がある。そして3次元1不幸な合コンが始まった。やばい、すでに瀕死状態の男の子が。助けてあげたいけど私の力じゃ。みんな可愛いね、緊張しなくていいのよ。大魔王の痛恨の一撃、男 A は力尽きた。ああ、本当にごめん。学生の時は準ミスに選ばれたり、休日はデートの約束でいっぱいで大変だったのよ。それからああだこうだ。合コンがスタートしてからは少しでも気をそらすのにみんな食事に夢中だった。大魔王だけひたすら自分の話をしている。私ね、最近マッチングアプリを始めてみたんだけど、ハゲ散らかしたおじさんからしか連絡来ないのよ。身の程をわきまえてほしいわよね。おかしい、特大ブーメランのはずなのになぜあいつはダメージを受けない。さすが大魔王。みんなはどんな子がタイプ？若くて綺麗な子ですかね。あら、じゃあ私ドストライクじゃない。大魔王の痛恨の一撃、男 B は力尽きた。ああ、もう最後の一人になっちゃった。このままじゃ全滅しちゃう。てか私たち全然話できてないし、なんとかできないのかな。すると男 C が動いた。あのさ、ちょっと聞きたいんだけど。あら、ずいぶん酔っ払ってらっしゃることで。なに？今日の合コンで保護者は大変だっけ？男 C の会心の一撃、大魔王に880のダメージ。保護者。私と友達は吹き出しそうになったのをこらえるのに必死だった。
だが大魔王はしぶとい。もうからかい上手なんだから。だってさ、俺の母ちゃんよりめっちゃおばあやで。おば、男しいの会心の一撃、大魔王に999のダメージ。それはあなたのお母さんが若いからでしょ。ほれ。彼はそう言ってお母さんの写真を見せてくれた。え、すごっ。うわ、めっちゃ美人、若っ。ねえ、ほら、若すぎるわよ。さすがにそのお母さんと比べられたら困るわ。俺の母ちゃん今年54歳や。おばちゃんは還暦。男シーンの会心の一撃、大魔王に9999のダメージ。大魔王は力尽きた。いや、いろいろと衝撃的すぎでしょう。すごい、これこそ美魔女って感じだね。私はあえて大声で言い、課長にとどめを刺しておいた。ちょっと飲みすぎたみたいだから先に帰るわね。お気をつけて。大魔王はとぼとぼと闇の中へ消えていった。まさかあの大魔王を撃退できるとは。私たちは力尽きていた男子2人を蘇生させ、お店を移して飲み直した。じゃあ改めて乾杯。いやー、今日はいい一日になったぞ。あなたが本当に魅力的ならば、自然と人は寄ってくる。寄ってこないのは魅力がないから。バイマンガレリア。皆さん、こんにちは、レリアです。最後まで見てくれてありがとうございました。今日の動画はいかがでしたか？コメント欄より動画の感想をお待ちしてます。チャンネル登録もしてもらえると嬉しいな。それではまた。